光も届かぬ深い深い海の底。そこは想像を絶する過酷な環境。ある魚は光を求めて目を大きく進化させ、ある魚は餌を求めて口を大きく進化させて生き延びてきました。水から這い出た人間は環境を作り変えることで進化から逃れて生きてきました。みんな明るい未来を夢見てました。だけどそんなものは世界の秩序に捨てられてしまいました。これはかつて人間だった人たちの物語。これは人間であり続けた人たちの物語。心が叫んでいる。生き残りたければ進化しろ。本能が叫んでました。最強の遺伝子を残せと。コードエイジ0099。大きな事故により私たちの箱舟は墜落しました。こうして人類最後の希望はここについえてしまったのです。生き残った人々の数不明。コードセンチュリー2675。今よりもはるか昔、人類は滅びの時を迎えようとしていました。
世界の中心に浮かぶ万物の礎、セントラルコードが地上を巻き込んで転生するリボーンという現象を数万年ごとに起こすことが判明したのです。私たちは箱舟を作り、セントラルコードのそばで眠ることでその災害から逃れようとしました。しかし、そして私たちは新たな脅威と出会うことになったのです。俺たちが乗っていた箱舟が墜落して、黒いのと白いのが戦ってる。
ジーン、何をしている？おとなしく寝ていろと言った。ここまでだ。当たるか。油断したか。大丈夫ですか？パケって言ったっけ？はい。今のは誰だ？俺のことを知ってるみたいだけど。ウォンヘッド、ハベルです。ハベル、ウォンヘッド、あの建物、見覚えがある。スタジアム。まさか、まさかここはケイド？そうです。あんな大きな町がこんな荒れ地になっちまったのか。待て、スタジアムが残ってる。ということは世界はリボーンしてない。したようですね。そうだ、俺はアリーズを、姉さんを探さないと。